ウィンズ新橋は東京都港区西新橋にあった日本中央競馬会の場外勝馬投票権発売所である。なお本校では千葉県競馬組合の場外勝馬投票権発売所であった新橋場外発売所についても記述する。建物は JRA 本部と共に設置されており、ウィンズは建物内の1階から3階となっていた。 入り口は建物の裏側に設置されていたが、JRA 本部側からも入場することができた。2014年12月29日をもって、経年劣化による建物の老朽化により、将来にわたる、競馬観覧の環境提供が困難であるという理由により営業を終了。翌15年7月に JRA 本部自体も港区六本木六の11に移転した。 1994年から新橋場外発売所として千葉県競馬組合により船橋競馬場の馬券を発売していた。ただし発売は船橋競馬場開催時の馬券のみであり、他の南関東公営競馬の馬券は発売されない。新橋場外としての発売と払い戻しはウィーンズ新橋の2階と3階で行われていた。 上記のウィンズ新橋の閉鎖に伴い、千葉県競馬組合主催での新橋場外も2014年12月5日の開催をもって廃止された。ウィンズ高崎、ウィンズ新橋の営業終了が決まる。 ラジオ日経競馬実況ウェブ、http コロンスラッシュスラッシュ keiba.radionikkei.jp ラッシュ keiba スラッシュポスト 2333html 2014年8月18日、閲覧。ウィンズ高崎及びウィンズ新橋の営業終了について。 jra ニュース、http://www.jra.go.jp:/news201312/122402.html2014 年8月18日閲覧。ウィンズ新橋は営業を終了いたしました。日本中央競馬会2014年12月30日閲覧。 船橋競馬場専用場外新橋発売所の閉鎖について、船橋競馬公式サイト、http://www.f-keiba.com/.news/.detail.php id イコール30302014年8月18日、閲覧。ありがとうございます。